地に谷戸正樹、JR 奈良駅前店の森岡です。今回ご紹介しますのは、奈良市木寺にあります、貸家のタイプのお部屋のご紹介です。間取りの方は、3K となってますので、これから一緒に見ていきましょう。はい、まずこちらが、キッチン、それから、台所になります。はい、まだそうですね、これからリフォームに入るところですので、若干ね、クロスの汚れとありますけれども、ちゃんとこれは綺麗になります。はい、そして、こっちの洗濯場ですね、ちょっとくるっと見ておいてください。そして、こちら、水回りの方へ参ります。はい、おトイレとお風呂の方です。それと洗面所の方になります。で、階段の下にこういった収納なんかありますと大変重宝されるかと思います。それとこちらの和室の方、続き間ですね、台所の方の続き間になっています。はい、大変広い大きい6畳になっています。それとそうですね、駐車場の方くるっとちょっと回っておいてください。はい、そしたら2階の方へ行きます。階段上がりきったところにもこういった収納もあります。それとこちら4畳半ぐらいのお部屋ですね。大変風通しのいいね、お部屋になっています。近隣で駐車場ももちろんございます。こちらの方もね、ちょうど6畳の広さと、まあ、収納の方と、まあ、一般的なお部屋かなと思います。はい、木寺の方でそうですね、長屋大変たくさんございますし、また初期費用なんかも抑えたいという相談にもまた乗らせてもらってますので、ぜひご相談ください。奈良のおもてなし奈良心、賃貸沼崎、JR 奈良駅前店の森岡がお送りしました。ありがとうございました。